ルワンダでゴリラが住んでる森を実際見て、壁とかで締め切られた部屋ではなくて、物がいっぱいこう集まっているところに身を寄せながら暮らすみたい、そういう住まい方もあるんではないかなと思って、そういう家を目指しました。この家に引っ越したのは2019年の6月です。5人でここに住んでいます。日本では両親と一緒に暮らす家って少ないんですけれど、うちの場合は私も子供が生まれても結構仕事の時間をいっぱい取りたい、私の両親と一緒に住むことになりました。この建築は地下1階、地上2階なんですが、敷地面積は109平米です。庭は5、60平米あるんです。庭全体を単管パイプという鉄のパイプで作っている。もともとランドスケープデザインをしていたということもあって、植物をいろいろ入れています。サルスベリの木の周りを歩くという体験ができたら楽しいなと思う。螺旋階段が2つのテラスをつないでいるという構成です。建築の正面に壁を作らずに、いろんな窓とかドアとかを組み合わせてこのファサードを作っています。オーダーメイドの窓が多くって20個ぐらいあります。地下は私の設計事務所と父の部屋があります。この敷地が角地だということもあって、結構人の通りとか車の通りもあるので、ちょっと距離を取るために半地下にしているということもあります。階段を上って右側に行くと母の書斎があります。私の母はアフリカのルワンダというところで野生のマウンテンゴリラの撮影をしています。リビングのこの端っこの空間が開けることによって庭につながっていくので、ピアノのそばにある大きな扉も開けることができます。リビングから階段を上っていったところにダイニングキッチンがあります。テラスで食べられる植物、ハーブとか香草とかベリーとか、そういうものを栽培していて、そこでいろいろ摘み取りながら食事に使ったりとかバーベキューをしたりとか2階の一番高いところに私たち3人の寝室があります。屋根がとても低くなっているところなので、本当に屋根裏部屋みたいな空間なんです。私の設計事務所、父の部屋、子どもの勉強スペースと母の書斎があります。夫のスペースというのを特に設計しなかったんですが、結構どこでも自分の場所を見つけられる人なので、よく階段で本読んだりとか、まあ、リビングでくつろいでることもあるんです。マンションとかだとワンフロアに住んでたので、呼んでも声が届かなかったんで、わざわざ電話したりしてたんですけれども、ここの家に来てこの大きな共有空間がそれぞれの部屋をつないでいるので、コミュニケーションしやすくなったり、それぞれ何をしているのか気配を感じることができる。